ジェットスター昨日の前日にメールが来まして、はい、9時25分に出発予定だったんですけど、はい、12時に変更されてしまいました。はい、はい、多少現地に着いてからのスケジュールが変わりましたが、はい、まあまあまあ仕方ないという感じで行きましょうか。早速朝ごはんを食べたいと思います。ドゥドゥンドゥドン、ライブカメラがある、はい、天気が悪いそうですね。やだーねえ、これネットテレビ、そうじゃない、ライブカメラだって。うわ朝日川、うわ真っ白だ、真っ白。でもなんか吹雪いてる感じではなさそうですね。でもこれがやっぱさ上空だと大変なのかな。そうかもしれないね。ちゃんと飛ぶかしら。いや飛ぶは飛ぶんだよ。そう、着陸する、着陸すると戻るって判断になるかもしれない。危なかった。そうと、まあこんな形で始まった今回のサ旅、目的地の旭川周辺では大雪に見舞われ飛行機の運航スケジュールが大幅に変わるほどでした。私たちが今回利用したのはジェットスターだったんだけど、天候によっては引き返すこともあり得ると事前に告げられて、上空ですごい揺れがあるんじゃないかとか、ずっと楽しみにしていた旅行が中止になっちゃうんじゃないかとか、ともかく不安でいっぱいの出発だったけど、なんとか無事に旭川空港に到着することができました。そうそう、今回ジェットスターを利用したのはその値段、片道5990円という安さに惹かれて選択しました。着きました。はい、旭川よかった到着できたよ。あれやっぱ雪道歩くの慣れてる人たちはすごいね。早速レンタカー会社のお迎えが、今回はニコニコレンタカーを使うんですけども、空港まで迎えに来てもらってる感じです。大丈夫ですか、お姉さん。この先から行くんだよ。よいしょー。おー寒い。ようやく車を借りるところまで行き着きました。どうですか。雪国って感じですね。なんかほらよく聞くさ、はい、シーンと冷たいみたいな、はいはいはい、飛行機に降りるときに近くにいたキャビンアテンダントの方が、はい、外本当に寒いみたいですみたいな、うん、冷凍庫らしいですって言ってくれたけど、本当に冷凍庫だね。本当にびっくりする。いやでも本当無事つけてよかった。何よりね、本当に何よりだよ。本当つけてよかったわ。昨日あれなんだって、もっとすごかったんだってね。そう、うん、昨日はもう飛行機全部キャンセルだったらしくて、ね、上まで来てね、ね、それで全部キャンセルだったらしい、引き返しちゃったって言ってたよね。逆にラッキーだったね。そうだね、ありがとう、サウナの神様。はい、はい、行きましょう。うお、大丈夫、旅始まります。わーい、あー風が、今日風強いんだってよ。旭川に到着して初めに向かう場所は、ちなみにですね、はい、を経由して、経由してある場所に行くんですけど、ある場所に行く、はい、富良野といえば何でしょう。富良野といえば、はい、北の国から。あ、よくご存知ですね。それですよね。バカにしないでくれるかな。知ってたの。知ってるよ、そりゃ。昨日まで知らなかった。北の国からの舞台が富良野。本当に言ってる？やば。やばいやばい。日本人じゃないのかもしれない。あ、そう。で、はい。なのでして、はい。私たちは、はい。どこ行きますか？白銀荘に行きます。うわー。じゃあ行きましょう。行ってみよう。止めが効いてて寝ちゃった。寝ちゃった？完全には寝れなかったけど、うとうとしてしまった。ありがとう。いいえ。どうすか？ん？なんか景色がだいぶ変わりましたね。そうですね。もうなんか道路路面が見えない。全く。真っ白けっけだよ。
これ夜帰りも暗だね。北海道のサウナといえば白銀荘。旭川空港から白銀荘までは車で約1時間ぐらい。私たちが一番行ってみたかったドラマ茶道のロケ地となった場所。慣れない雪道をゆっくり走りながら、いつの間にか幻想的な世界に到着していました。You were firing shots in the dark. Aimless and bewildered by the law. 白銀荘の一般入浴は1人700円。お持ち帰りできるタオルは300円。私たちにとっては貴重な旅のお土産。寒い。寒い。どうでした？とりあえず車に乗るよ。そちらの感じ。うわ、着いたね。着いたね。いや、はい、どうでした？初の白銀荘は。白銀荘、いやもう浴室入ってからテンション上がったね。上がったね。うん、すごいいい作りだったよね。うわ、あそこだってなったね。私、うん、あの温泉の香りもすごい良かったし、はい、露天露天行って、はい、めっちゃ寒かったけど全部の浴槽に入りたくて、うん、サミってなりながら行った。サウナ室オートロウリュだったよね。そっち、いや、セルフでしたよ。セルフか、どっちもセルフか。どうだった？温まりは。いや、すごく良かったです。あ、本当に。うん、あ、微妙だった温まり。なんかね、入った直後、うん、ん？直後か。私一人だったんだけど、はい、70度ぐらい。え、低い温度が、はい、え、やばいと思って、これはちょっと温めなきゃって思って、うん、まあ、ちょっとずつロウリュセルフして、はい、ちょっと上がったんだけど、なんか常連さんみたいな人もいたから、はい、そんなになんかあまりこうロウリュいいですかっていうのもちょっと迷惑かなと思ってちょっと控えめにして、うん、でお客さんが誰もいなくなったらローリーするみたいな、はい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 、やってて。結構なんかスキーのお客さんなのかな、あれは。ああ、そうだね。いっぱいいたよね。いたいた、うん、外国人の方、うん、あ、ごめん。いやいや、そこだね、問題。上げとかなきゃいけないんだね。やっぱそういうことでもない。出発した私たちは旭川市内に向かいました。今回の旅の拠点となるホテルは。衝撃の寒さ。大丈夫ですか？めちゃめちゃ寒い。マイナス12度やべえこれ。あらゆるあらゆる。ああ、手が凍る。わ、ありましょう。やべ、手が冷て、うん、ここですね。オモセブン来ました。来た、はあ、できた、来た。はい、というわけで、はい、一回お部屋に荷物を持ってきて、はい、8時からジンギスカンを食べようと思って予約してました。はい、はい、今日はその名店の大黒屋ですね。はい、行きたいと思います。ありがとうございます。しかしめちゃめちゃ寒いです。氷点に手がね、こう今カメラ持ってるのもマジでしんどいぐらい本当に寒くて、うん、手が凍りそうです。本当に鼻水が垂れてる。いや、本当に寒い、マジで。なんだろう、雪はもう降ってないんですけど、うん、今日なんか比較的風が強いらしくて、 その風がね、もう刺さる。ね、ね、そんな感じです。お、うん、ちょっとジンギスカン行ってきます。北海
海道といえばジンギスカン。以前里もに教えてもらった外せない名店。表分からは徒歩10分ぐらいだったかな。どれもこれも美味しくて、特に私の好みだったのは厚切りチョップとティーボーン。サウナでいい汗流した後、上質な脂が体に染みた。東京では新橋や吉祥寺にもあるみたいだから、最近話題のモンスターサウナと合わせて行ってみてもいいかも。わかりましたね。なんかすごい顔が赤いですけど大丈夫ですか？わかる？わかりますよ。なんか目もトローンとしてるし。嘘、うん、息ができないの。お肉が上質で美味しかったですね。美味しかった、はい、これはもたれなそうですね。はい、羊のね、お肉はね、体にいいと言いますから。はい、はい、ではさてさて、はい、はい、今ですね、ホテルに戻る前に、まあ、コンビニ寄ろうということで行ってみたいと思います。はい、道民の皆さんは、はい、おなじみのセイコーマートでございます。はい、はい、こちらですね。はい、この水が止まりません。大丈夫ですか？この水が止まりません。この水なのか、もう自分の息の蒸気なのか、はい、わかりません。マスクの中がもう草加健康センター状態です。怖い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 。やばいよ、これ手出していかなきゃいけないから持つから。ああそうだね、じゃあちょっと行きましょうか。頑張ろうぜ。ホテルに帰りましょう。夕食を済ませてホテルに戻るムサレ夫婦ご一行。本日宿泊するのはオモセブン旭川 by 星野リゾート。まずエントランスでお出迎えしてくれるのは可愛い動物たち。近くの旭山動物園から出張で来てくれてるみたい。星野リゾートだけあって内観はとってもゴージャスでおしゃれ。ウェルカムドリンクでトウキビ茶、19時から22時の時間帯にはフリーラウンジでスパークリングワインや可愛いソフトドリンクが用意されています。そして今回私たちが泊まるお部屋は15階にあるクイーンルーム。はい、というわけでお部屋はこんな感じでございます。クイーンベッドを備えたゲストルーム、ダンランスペース付きのお部屋はカップルでの滞在に最適。これ可愛いよ。じゃあじゃん。おお、動物動物めっちゃ可愛いね。フリーサイズです。フリーサイズですか、かわいい。いや、今日は疲れましたね。そうだね。うん、旭川初めてだったけどどうでしたか？道路カチコチだったね。そうね、うん、なんかほぼほぼ走ってたじゃないですか。はいはいはい、結構道をね。そう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 、こんなにも、うん、信号がない場所ってあるんだね。結構あれだったね。シンプルに、シンプルにね、うん、広いなって感じしたね。広いね、北海道、うん、あとご飯もっと食べたいな。そうだね、うん、まだついてジンギスカンしか食べてないから、ね、そう、明日は朝起きて、うんうん、またちょっとお風呂軽く入って、はい、でご飯食べて、うん、でちょっと旭川の駅前をね探索するって感じで。いいね。ね、ではそんな感じですかね。また明日。はい、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。そろそろじゃあサウナ行きますか。星野リゾート、宿泊者だけが体験できるサウナプラトー、これが私たちの今回の旅の目的。そして私たちが体験した中でも最も印象に残った素晴らしいサウナだった。浴室は
朝と夜で男女入れ替え制。今私がいるのはオートロウリュ側。昨晩はセルフロウリュ側を堪能してきました。キラキラした館内とは打って変わってノスタルジックな浴室とサウナ。あえて昔のままにしたという話もあるが、そうだとしたらそれは大正解だったんじゃないかな。温度計は90度を下回ってるけど、体感は100度を超えている。2セット目はミストサウナへ。足元に冷たい水が流れている。Where you are when the blinds pull down, you love it when nobody's around. I wanna call out Pine Town, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be damned if I'm leaving without you. So
give me a minute to catch my breath. Take what's yours, I'll take what's left. I'm used to coming up to sacrifices, always fail to pass the test. I'll be damned if I'm leaving without. セブン旭川の朝食は夢が詰まったビュッフェだった。今回の旅で初めて北海道に来たんだけど、たくさんの雪に覆われた街並みを見て別世界に来たような気持ちになりました。サウナがきっかけで様々な場所に訪れて、その場所の魅力や美味しいもの、素敵な人たちに出会えて、どんどん世界が広がる。私たち夫婦にとってサウナはいろんなことを教えてくれています。今回のサカツはここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。ここまで見てくれた人はチャンネル登録も絶対してね。それでは次回のサカツでまたお会いしましょう。いや、あんな美味しい味噌ラーメン初めて食べた。あ、本当だ。Thank you.